ろう。あ、なんだこの腐ったような匂いは。これ以上は進めないか。別の道を探さないとな。それにしては傷が少ないような。変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。人のような、でも獣のような。なんだ？ちょっとつのうし、ちょっとつのうし。え？よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。よし。行くぞ！おっと！
あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。うわー、なんだよ本当、ただの風なの？風なら風って言ってよ。ほんとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか心臓が口から出てくるから。ほんとに一人で驚いて一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし、鬼がうろついてるし、何なの、何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。キヤー、今度こそ出たんでしょ。もう嫌。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど、参加者にもいろんな人がいるんだな。よし、木が倒れて通れるようになってる。ありがたい、利用させてもらおう。鬼の匂いが強くなったぞ。この先から血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。すごいな、あの子。鬼と戦ったのに無傷だ。ありがとう、助かったよ。
君、名前は？ん？え？なんとも不思議な子だな。よし。血の匂いだ。何か近くにいるような。他の参加者かな。あの人も最終選別の参加者だ。あの、俺に話しかけんじゃねえ。言ってしまった。よし。周りの様子がさらに重くなってきた感じがする。鼓動が自然と速くなっている。場に飲まれるな。集中しろ。意志を強く持て。感じろ。ん？なんだ。この先から血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。これは手形なんて大きさだ。それに周りの木がなぎ倒されてる。ん？匂いが強くなってきたぞ。近い。痛い。獲物がもう一人。しかも俺の可愛いキツネじゃないか。大きい。キツネ小僧。今は明治何年だ。今は大正時代だ。大将。年号が、年号が変わっている。待てるだ。また俺がこんなところに閉じ込められている間に。許さん、許さん。鱗だ姫。どうして鱗滝さんを知っている
俺を捕らえたのは鱗だけだからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだな、特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった、獅子色の髪をしてた、口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったがすばしっこかった。それって この鬼に殺されていた。俺は二人と、お前がサビタとマコモを恨むなら鱗だけを恨め。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな、お前の行いは許されるものじゃない。そらそらそら、そらそらそら、待て、しびろった。そらそらそら、そらそらそら、見かけるだけじゃない。お前に食われたものの仇は俺が取る。甘いんだよな。食ってやる。避けた。まだ動けるのか。弟の茂の声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとう茂、頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。大きくなっている。冷静に、冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。もう一度行くぞ。ふっふっふっふ。二人は俺を強くするために俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼に水ぐるいは触れろ。水ぐるいは、おっと、ふらふら、おっと、行くぞ。おっと、さあ行くぞ。右に左に俺を翻弄しようとしているのか。小さい体は大変だ、うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい。体も強い。そして首も硬い。かわいそうな君だ。どうやって食ってやろうか。力さあ行くぞ。甘いね。ごとくな鬼に
なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。サビとマコモ、そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。きっと約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと鷺龍山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。20人くらいいたのに。死ぬわ、死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ、俺。おかえりなさいませ。おめでとうございます。ご無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい？刀は。まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は木の枝から水の戸まで10段階ございます。今現在皆様は一番下の水の戸でございます。刀は本日刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、刀が出来上がるまで10日から15日かかります。その前に、今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス？これスズメじゃね？どうでもいいんだよ、カラスなんて。刀だよ、刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ。この子から手を離せ。離さないならおる。ああ、なんだてめえは。やってみろよ。ああ、てめえ。
お話は済みましたか？では、こちらから玉鋼を選んでくださいませ。ち。鬼を滅殺し、己の身を守る刀の鋼は、ご自身で選ぶのです。多分すぐ死にますよ、俺は。選べと言われても、どう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。そうか、5人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。どんな剣士になるのかな。ようやく解放されたと思ったら、体中が痛く、疲労が一気に押し寄せてきた。禰豆子、鱗滝さん、あっ、禰豆子、お前起きたのか。禰豆子、お前なんで急に寝るんだよ。ずっと起きないでさ、死ぬかと思っただろうが。よく生きて戻った。